どうもシャーペンです。今回は無惨。前回って僕確か2時間半ぐらいで買ったんだよな。それは越したいというか、まあそもそも難しいかすらちょっとわかんないですよね。あ、ルーナ間違えた。これでヤクモはちょ罠っていうで、なんかねパネル出てきそうなんですよ。ニードルパネルで、なんかもう逆張りで3体パワー型ラプラスが主軸になるんじゃないかと、前回のホームズ枠で重力ギャンギャンに。さあ、どんなもんだ。あ、ステージだ。怖い怖い怖い。ステージなんだけども、いや怖い。そんなことしてくんだ。粋だね。いや粋なのかわかんないけど、怖っ。勝ってラプラスです。それ嘘でしょ。あ、バフかな、もしかして。制限処理でバフとか。え、さすがにだよね。ラプラスでそれとか。あ、よかったよかった。デバフだ。あ、短縮。なるほど。あ、電線。はいはいはい。はいはい。とりあえずもう予想は合ってる。ってことはこれ結構わ、正解かもしんないな。あんまり制限倒しちゃいけないよっていうクエストっすよね。まずはいっぱい。まずはこれいっぱいでしょ。おお、容赦ねえ。いや、僕はウボササを信じる。これがあるんだ。これをワンチャンやってくれる可能性は残してんだ、こいつは。いや、ですね、ヤクも入れた方がいいんかな。待て、ナイス。ここでアップ状態レーザーくれちゃくれんか。どうも。いや伸びねえ火力。どんどん使う。ウボ引いてくるな。いやー、また光属性か。普通にさすがに効果アップしてるから削り違うな。さあ11分ステージ突破。おっせ。はい。あー、なんかでも前回踏襲してるな。さっき学んだことは、制限はむやみやたらに処理するな。だから最初に処理しないと結局ダウンしないから倒さなきゃいけない。で、頭かすめないですよね。あー、チキンすぎ。クソビビリ。これ制限に打つか。いや、打っても結局これ反射に来るからやばいか。制限に打っても、意味ないかな。まあでも真ん中置いとくか。じゃあフレアとかで反撃発動するみたいな。天使の。真ん中に置いて、これも事故もないですからね。天使なんだ。あー、普通にヒーリングオールか。あ、いや雑い。ちょっとこのクエストによって雑は。満身。まひれ。お、あれ全然痛くない。うわ、蘇生あんだ。くそ。上倒せるから。OK、ない。それ最高。しかもバフかけれる。3、これは、待って、これ、あ、逃げちゃうね。そっか、そういうこと。なるほど。即死要素あんまなくねえか。これ反射食らってもいい。あれ、これビットンがあるとは言わんよね。一応殴っとこう。ビットン即死みたいな。一
発ナイス。いやでもどれへん有用性あるな、ルナ欲しい。二面は簡単そう。いやーあうっ、ぜひこの人研究室、研究室なんだっけなんかまがましがしくないこの鬼の色これはカンカンゲーですか。あれじゃ新浜じゃん。わっラウドラバリアか、なるほど見えなかったで余裕があるときにボス殴りに行ってくださいってことか。でこれ普通にできる取りやった方がいいよな。多分鬼さすがに終わりだし。バカなのかお前はやっぱそれやってくれんちょっときついな。で、あええー、これやっていいんですよ多分。あぶねえ。いやでもこれやらしい、マジこれワンミス終わり、絶対これボス2とか出てくるでしょボス2でこれやらせんのやらしくないか。今のところ多分理想、ワンチャン入ってくれたら嬉しい。ナイス。あそれはねマジででかいと思います僕は。えっくそウボどうしよう、これ反撃にするか2段階にしとくか。いやちょっとウボ可能性かけたい、2段階目でワンゲージ持っていくっていうさすがに無理だろうけど。あっ見てまたすごい損しちゃった。おい来た。さあボス戦鬼多いな一のおさらいですね。まずは制限、どこのなんか左手制限2枚倒すとか一応それ麻痺でここは縦軸でいいと。止まってるな。いや本当お願い、ありがとうマジでマジありがとう。寝たなよう寝なさるわ。やばい走った、まあ大丈夫か。さあ池部動かせら上かいいやこれは無理え、俺そこで即じゃないですよね。いやいっ、頼む。おお、いやまあさすがにちっちゃい大丈夫だよね。この6でしたもん。キリンも撃っちゃうか、撃ちてえけどこれ撃ち方がむずいな。最悪これもう止まっていいから、ミツラ抜き。いや十分十分、ありがとうありがとう、ナイスナイスナイス。それで良い。ルナ打ちてえけどこれこれでバフ防いでねげつないなルナ抜けするんだったらバフかけてもいいよっていういやらしいこと考えますね。かったくね。いやマジっすか。いやこれで動かせるがたまる。いや怖いワンチャンがある、危なかった気がする今右入ってなかったら削れてなかったかもしれんな。
わー、めちゃくちゃ目の前にあんじゃん。えー、これしかも配置やらしい。絶対に勝利するんだけど。やばそれ、まあ、ヒットあ、じゃあだったらもう2勝利してくれよ。マジか、バスかけれねえ、気持ちいい。やっぱナイス、OK。 いや、そこ当たるんかい。バカバカバカ。パックです。いや、しかもパック打てんかしね、これ。打てずに、まあ、いってさすがに使ったかな。はーい。いやー、これバスかけて行って、あっ、プープープー、あー、やれ、いけそう。これがあるんですよね。ぐっすりです。ワンチャン事故もあるけど、多分制限やっちゃってみたいな。おネムなんで無残。これで、いや、余裕あんな。でしょ、パーティーはやっぱり、さっき1時 2にしたんですけど、怒ってる時の電線で完全持ってかれたんで、さすがに1体編成したい。多分2でもワンチャンいけそうだったけど、また寝たな。ぐっすりじゃないですか。ルナは極力立て。言わせろ、これ。キリン JSS はマジで1本持ってくる力があるから、できれば温存したい。ヤクモもしかり。うん、いや、キリンジ強え。ちょっとウボを生かした戦いをしたい。さっきのボスにやばかったんだよな。これでも配置悪くない。楽しそう。これでいいか。ウボならそんなに走らん。オッケー。制限多いな。ヤックモは怖えぞ。極力薄く超スピードあるから。やっ、いや、それ噛み、えば、これやった。うわー、くそくそ、今それ耐えたらマジで神だったな。あ、マジでわ。これでまず反射今倒して、配るか。この麻痺がだいぶでかい。それはいけるか、キンジ。いや、ちょっと打ってよかったかな。これもったいないかもしんない。いや、今ちょっともったいなかったかな。抜けてよかったかな。死ぬことはない。ヤクも号令ありなんだよな。ヤクモで抜けちゃうか。まひれ。一回経験するともう戻れなくなる。いや、3は危ねえ。これダメだ、行こう。抜けれんかったらアウト。強い。
いやでもラスゲにあったら絶対安心だったな。ちょっと手汗を拭いて、スマホも手汗を拭き、手汗負けありますからね、マジで。絶対でも最後鬼出てくるわ。あの鬼処理が一番怖い。ほら来た。初手パックあり。どうせ打つか。あっぶね。やめて。うわこれむず。うわちょっと勝ち処理良かったかな。神ガイドマジで。一生突き取ってほしい。これでいいよ。鬼絶対処理するか。これで確実に倒し、麻痺もする。麻痺もしていくと。なるほど、その心意気受け取った。いやでもどうする。え、これで麻痺でもう制限全部倒して、それでいいんじゃね。制限全処理であの下の3も発動させるっていう。大丈夫、これ使用合ってるかな。いや鬼残った。てか寝た。あ、麻痺消えた。え、もう一回したもん。寝たからいいや。え、行ったんじゃない。待って、揺らすんだ。キリン、キリンバフ確定。キリン持ってってくれたら嬉しいんだけどな。ウバ捨てるか。今日は SS も止まってないから無理だ。この二人に任せよ、すべて。いやずれたな。縦で行きたかった。何回ねんだお前は。やば、あれ完封してる、もしかして。これ増やして、ハハハハ、やったやったぜ。気持ちいい最後今。全て解決した。わー、でもすいません、昨日めちゃくちゃラプラス押したんですけどダメでしたね。マジで申し訳ない。ヤクモキリンジの火力が若返ってる。でそれをサポートするのもそうなんですけど、このウボサスラがねめちゃくちゃ今結構眠らして麻痺らして動き止めてたんですよね。であと SS って入れ番しないから事故もないし、結構ウボサスラ押したいな。安心安全。ただ所持率がめっちゃ低そうってなりますけど。あーよかった、とりあえず1時間よかったよかった。ということで、という初見でした。あ、初見じゃないわ、全然。1時間ちょっとのあれでした。まあ、余裕があったらなんか他のキャラクターでやってみる動画もあげようかなと思います。よかったらコメント欄から皆さんのクリアパーティーお待ちしております。あと、すでにチャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。ご意見もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよさすら。